はいどうも皆さんこんにちは、トラです。今日は3月14日ということで僕の中学校の卒業式です。めちゃくちゃ寂しい気持ちもあるんですけど、最後のね友達との時間をしっかりと、過ごしていきたいと思います。それでは行ってきます。まず、卒業式が体育館でありました。でこれが、自分が卒業証書を、授与されている場面ですね。ちょっとこの卒業式の入場の前にちょっと泣いててもうすでに泣いてて、もうこの時には緊張とか何もなくて、とにかくなんかすごい感情がぐっちゃぐちゃで複雑な感情でしたね。でこれが、卒業式が終わって教室に戻ってきて、ホームルームまでにちょっと時間があったので友達といろいろ話してますね。まあ、この時にも、結構泣いている友達とかいて、それでまたもらい泣きしてました。でこれが最後のホームルームで、担任の先生から授与された卒業式を渡してもらう場面で、この後にねみんなに向かって一言喋っています。と、この3年1組で、最初は初めて同じクラスになった人ばかりで不安だったんですけど、それから毎日が本当に楽しかったです。僕は e スポーツで少し変わった道ですので、今後は、このクラスでは誰一人一緒ではないですけど、これからも頑張っていきましょう。チェーンありがとうございました。これはね、最後のホームルームで流した卒業ムービーなんですけど、この卒業ムービーは僕と僕のお父さんが作るのを任されたので作りました。まさかねこんなところで自分が YouTube をやっていたところが光るとは思ってませんでした。これが最後のホームルームを終えて花道を通って外に出てきて、そのまま解散したので、いろんな友達と写真を撮っている場面ですね。いろんな友達と写真を撮れて思い出を残せて本当に良かったです。でこれは卒業式が終わって自分が大好きな、寿司を食べに行きました。この日はね自分の大好きなサーモンをめちゃくちゃ食べました。はい、ということで、今卒業式が終わってご飯を食べて戻ってきました。想像以上に今日は涙もろいというかめっちゃ泣いたんですけど、友達としっかり写真も撮れて最後に最高の思い出を作れたかなと思います。ということで、今からは、自分のこれからについて話していきたいと思います。ということで、今から今後の進路について話していきます。あえてね、この動画にして話すかちょっと迷ったんですけど、しっかりと報告もしておきたいし、今後ね僕はステージゼロにも出ると思うので、後々学校名も分かると思うので、言うことにしました。で僕は、L 高等学校に、進学します。理由としてはね、成績とか模試の判定は地元の、進学校にも進学することができたんですけど、親としっかり話した結果、今やっている、この e スポーツの仕事で報酬、給料として、中学生には十分ぐらいいただいてるんですけど、一人で生活していくにはまだまだ足りないので、より一層力を入れて、そこに届くようにこれからもっと、頑張っていきたいという思いもあって、親と相談した結果、L 校に進学することにしました。それでね、この3年間は、今行っている活動に、全振りして一人で生計を立てられるようになるというふうに決心をしました。この3年間がねもしうまくいかなかったとしても、僕はまだ18歳なので、大学に進学したりとか新しい道に進むということもまだできる年齢だと考えたので、そのことを、親に話したら、納得してくれて後押しもしてくれたので、迷いなく決心しました。またね、そういう通信の学校とかに進学すると学校に行ってないとかそういうコメントを書かれるともう思うんですけど、僕は今行っている活動にもっとプロとして、プロゲーマーとしてちゃんと仕事として、もっと頑張りたいと思うので、ただただゲームをしたいから学校に行かないというのではなく、しっかりその活動に時間を割きたいということでこの判断をしました。だからね、この道を進む以上は普通に進学して就職する人よりも、もっと稼げて夢のある職業に、プロゲーマーをしたいと、僕は思っているので、これまで以上に競技や配信動画活動を、頑張っていきたいと思うので、皆さん引き続き応援のほどよろしくお願いします。最後にこの動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバーイ。痛すぎ痛すぎ。誰か俺に移動アイテムを恵んでください。俺から抜いた人まだいんの？そこいるじゃん。
なんか、やばい。美味しくね、MVP 投げれたら。スイスポ、俺が見る限りでも8はあるよ。8。え、ルそれいるわ。あ、それ行くね、行くかも。燃えてる後ろ。出た。見えてるかも、あれは。ヘッド、やば。どこ行った？セリじゃん。190カット。あれ違くないじゃん、これ。俺一目ないからかわしにくいんだよ、その距離感。スネーパーで打つだけできる。追われてんね。大将やば。今着いた。ああ、ごめん。